こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はロットリングの600と日本先行発売のニューカラー 0.5mm シャープペンシルのカモフラージュグリーンをやっと購入できたので紹介します。では行ってみましょう。でこちらの商品なんですけれど定価が3000円プラス税ということでまあまあの値段の商品になります。でパッケージは一応こんな感じになってます。これタグついてますよね。でケースこんな感じです。ロットリングの三角のでもないんですけどなかなかかっこいいですね。で商品はこちらになります。こっち口金はもうがっちり固定されたこの 4mm のガイドパイプになってて、ローレット加工、それからこの六角のボディ、それからクリップなんかもついてて、それからこのコード表記窓もローレット仕様になっているという商品で、プリントが赤でロットリング 600 0.5 でここに赤のラインが入ってて、とてもコントラストがなかなか取れたかっこいい商品になっています。なかなかいいですよね。このペン先がとにかくこの2ステップ設計っていうのですごくペン先が見えやすくてとにかく使いやすいです。これはとにかく僕600が一番好きなんですよね。基本はもうなんて言ったらいいのかな、この重量と存在感もそうなんですけれど、今回のこのカラーラインナップに関しても、とにかく600ですね。他の色もちょっと出していってみましょうか。でこちらが前回紹介させてもらった、マダーレッド、それからこちらがアイアンブルー、それに引き続き、3本目ということで、カモフラージュグリーンっていうカラー展開になってるんですけれど、実は600はカラーに関しては全部持ってて、シルバーが、これ 0.7mm なんですけれど、シルバーがこんな感じ、それからブラックもこんな感じです。もともとシルバーとブラックやったところに、こちらカラー展開が出てきてて、で実はこのマダーレッド、アイアンブルー、カモフラージュグリーンも、神経が 0.5、 今回の僕が買ったのは全部 0.5mm なんですけれど、今回の発売された商品は 0.5mm と 0.7mm の神経展開っていう形になっています。で一応日本先行発売と言いつつ、発売が2020年の2月24日発売ということで、半年ぐらいかけてやっと3本買えた商品になります。3000円なんでなかなかですよね。これ5本あるんで、それだけでもいい値段になっちゃいますよね。ということで、最後本当はグリーンもうずっとどうしようか迷ってたんですけれど、でもいろんな方の紹介動画見てたらこのカモフラージュグリーンも結構綺麗やったので、ずっとちょっと気になりつつ、値段はなかなか下がらんかったんですけど、結局Amazon で3000以下、定価3300円でこちら2本買ったんですけど、それよりも安く2900いくら税込みとかで買えたので、それに関しては良かったなっていうふうには思っています。今でも値段ちょっとばらつきありながら Amazon でまだ買える商品なんで、気になる方はちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。それにしてもちょっとどうですかね、これグリーン、めちゃくちゃいい色やなっていうふうに思いますね。今回の最近ちょっとグリーンに惹かれてるっていうわけでもないんですけど、アーミーグリーン好きな人にとってはすごくいいんじゃないかなと思いますね。で写真とかで見るともう光の当たり方でもう全然ちょっと違う商品に見えるような、商品写真だけでほんとちょっと分かりにくい、黒に見えたり、いろんな角度でちょっと全然違う商品に見えるので、まあ、なんて言ったらいいんやろな。もう、実物はほんまにちょっとめちゃくちゃいい感じに仕上がってると思います。これはね、なかなか、どっちかって言ったらね、このマットの黒にはもちろん近いんですけど、これともね、やっぱりなんかちょっと違う。なかなかいい感じじゃないかなっていうふうには思っています。まあいいですよ。とにかくね、まあ、アーミーグリーン系っていうのは、まあちょっと最近、文房具でちょっとずつ増えてはいたんですけど、今までなかった色なんで、これに関して言わせてもらうとなかなかかっこいいですね。しかもロットリングさんの選んだこのグリーンに、このロットリングの赤っていうこのコントラストがね、めちゃくちゃかっこいいんで、まあこれはなかなかいいかなっていうふうには思いますね。で、まあ当然皆さんご存知なんですけど、ロットリングはこれ今600持ってるんですけど、600の下に500、300っていうラインナップと、上に800っていうラインナップもあるので、まあその辺もちょっと紹介していってるので、まあ、気になる方また動画見てもらえたらいいなっていうふうには思います。まあ800はいいんですけどね、僕まあ普段使いやっぱ500が好きですね。まあでも、かけ味としては600いいです。ただまあこれがね、オレンズネロと同じ値段って思うと、ちょっとうんっては思いますね。書きやすさとか重さとかっていう面に関してはすごくいいんですけど、まあ特別機能がついてるわけじゃない普通のシャープペンシルなんで、どうやろう。まあ、最近ちょっとオレンズネロの 0.5mm 紹介させてもらったんですけど、やっぱりなんかシャープペン、まあ海外ブランドなんか特にそうなんですけど、まあ持ってる所有感とかっていうのはまあ、いいっちゃいいんでしょうけど、まあ、機能としてはやっぱ国産車の方が良かったりっていうような感じのイメージとちょっとやっぱり近い感じがしますね。日本国内の国産品のメーカーの方が、まあ、基本的にはやっぱ僕も好きかなっていうふうには思ってしまいます。まあ、というに限らずやっぱりどうしてもね、デザイン美だけはね、まあ、これ、日本のメーカーが真似できないとこなんで、海外メーカーのやっぱりいいとこはやっぱデザインかなっていうふうには思いますね。まあ、カベコなんかもそうなんですけど、あれで5000円っていうのもね、なかなか高いなっていうふうには思っちゃうので、まあでも、うん。ロットリングに関しては、まあ所有感とかいう感じで思うなら、すごくいい商品じゃないかなっていうふうには思います。まあまたちょっとね、Amazon でね、売ってるので、ほんまにちょっと気になる方は、まあ早めに、これ一応ね、数量限定とは歌ってないんですけど、まあ、売ってなくなるとことかも、ちらほら出てきたりしてるので、まあ、いずれにしても気になる方は早めにちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。まあ、ということで、また限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。